はい始まりました「映画の話したすぎるラジオリニューアル第52回」になりますこの番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊曲にて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口ですはい関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です前田ですマリオンですよろしくお願いします よろししくお願いしま,す、はい、じゃあまあいろいろあるけど映画の話していきましょうねはいえー、とじゃあ皆さんの近況を伺っていこうかと思うんですけども前田さんの最近いかがされてました私は最近は今さらバットマンノーランのバットマンを見始めてお、はい、バットマンビギンズとダークナイトまで見ましたお<ー>お<ー>もう着々と準備が進んでますね <laughs> だってダークナイトは傑作すぎて ダークナイツのジョーカーがもうすごいなと思ってねえすごいですよねで私それで今さらヒース・レジャーってすごい人やなと思って調べたらなくなっててびっくりしましたいや今さらすごい14年ぐらい遅れてきたニュースが <laughs> すごいショック受けてます今 <laughs> あんな有能な人が <laughs> なねもうあの公開陣にはなくなってましたからね めっちゃ若いですよねしかもともとバットマンはあれは見てたんですよねああ<ー>バットマン、あのー、リターンズとかそうですねティム・バートンのバットマンは見てます、はい、いやもうこれザ・バットマン絶対やらんとダメなやつですね、はあ、まあ原口さんもテレビ版見てたっていう事実が明らかになったし、はあ、<laughs> そうちなみに今回ザ・バットマンは2時間56分あるようです長いみたいですねうん で、テレビ版の一番最初の敵となった、えっ、ー、と、日本ではナゾラーって打ちたやつ、厳密にはリトラーっていうのが今回敵と、はい。やつかな。はい。そこまでは情報は入ってきてますね、はい。はい。なるほど。前田さん、そんな感じですかね。そんな感じです。はい。えっ、ー、と、じゃあ、マリオさん、いかがされてました僕はそうですね、いろいろ新作映画を見に行ってたんですけど、特に、アンチャーテッドが思いのほか面白かったですね。あ なるほどいやもうほんとなんか気軽に見れてっていう感じの気軽で楽しくてしかもまあちょっとどこか懐かしい感じのするアドベンチャー映画みたいなのをこう久しぶりにこうちょうどいい感じでもう楽しむことができたっていうかなんか本当にこうテレビとかでやってたらなんかちょっと流し見とかで見ちゃうようなタイプの楽しい映画でもうとにかくやっぱトム・ホランドのこうなんかおちゃらけた感じっていうのもなんかすごくハマってて楽しかったですね。 あのアンチャーテッドって原作のゲームって主人公結構なおじさんやったと思うんですけどそうですねトム・ホなんですねそうなんですよね、まあ、ゲームの本編にも彼の若い頃みたいなシークエンスとかはあったりはするんですけど、うん、まあだから映画版は、まあ、若い頃のネイトが主人公でまあ彼がどんどん成長していくと、まあ、で相棒となるまあサ,リバンサリーっていうおじさんがいるんですけどはい 彼とのまあ、なれ初めというか、そこからまあ、始めていこうというか。うん。もう本当なんか、ゲームとは全然違うんですけど、もう、キャラ造形も、話も完全にオリジナルなんですけど、なんかすごくやっぱ、ちゃんとゲームのアンチャーテッドの、なんとも言えないこう、アクションとか、なんか軽妙な感じっていうのをちゃんとやっぱ、映画に落とし込めてて、まあ、アンチャーテッドって、まあそもそもがやっぱ、往年のなんか、インディ・ージョーンズとかそういうアドベンチャー映画とかの、うん、をゲームでっていう、 やつでしたけど、まあ、それが帰りに帰って、今、映画になってっていうのが、まあ、すごくハマってたんじゃないかなっていう気はしましたね、すごく。うん、うん、うん。なるほどですね。そんな感じですかね。はい。はい。えっと、じゃあ、僕はですね、あの、シチリアを征服した熊王国の物語を見てきたんですけど、ご覧になった方いますあ、はい,い。見てないです。あ、はい。まあ、あの、 えっと、フランスとイタリアの合作だったかなで結構昔の児童文学のアニメ化みたいなんですけど、まあタイトルを読んで字のごとくの話なんですけど、まあ熊の王国が、まああの人間の国に変わって成り立って、その後熊の王国がどうなるかって話なんですけど、まあアニメーションが素朴で可愛いっていうのがあるんですけど、ただまあ話がね結構人間の歴史の偶話として、 よくできてるというか。まあ前半はクマたちがそのの国の王様の息子がいなくなったのを人間の町に探しに行くっていうので比較的まあ絵本っぽい冒険談みたいな感じなんですけど後半がそういうクマを野蛮で素朴な部族の人たちに例えたその人間社会の偶話みたいな感じになるんですよね後半で。でちょっとそれがまあ 面白いなと思ってこんな話が児童文学としてあったんだなっていうのが、まあ、面白かった作品でしたねはいじゃあ近況そんな感じなんですけど原さんは死者などどんな感じでしたかはいちょっと前回ねあの話す時間が少なかったでちょっと話させてもらってもいいですかどうぞはいでまあ一つがちょっとま劇場で見たやつを日本語話したいんですけどえっ、ー、と一つが、えー「ブルーバイユー」はい えっと、これは、韓国で生まれた子供が3歳で移民としてアメリカにやってきたっていうとこなんですけども、当時って移民の政策の法律がちゃんとしてなくて、今になって厳しめになって、無理やり大人になって、変えるところがないのに国外追放されそうになって、いかにこう、その住んでるところで市民権を獲得していくかっていう話。 でそういう話で、特にこの映画で特筆したいところが、スーパー16フィルムで撮っていて、はい。非常になんかね、あの、監督曰く、ジョン・カサベッテスを意識した70年代のザラついた映像で撮ってるっていうのが非常に見ていてね、はい、よかって、はいうん。ジョン・カサベッテスを意識したってどういうことですかいいわゆる70年代のザラついたアメリカンフィルム。うん。うん だからそれこそまあ、あの、韓国の方が出てたりしてて、なんかね、結構、それこそ90年代のあの、恋する惑星とか、あの辺の方向映画の感じもあって。うん。だから光も鮮やかやけど、アメリカの風土のあるザラついた映像もあって、なんかずっと見ていたくなる感じではあって。でも、中で起きてる出来事は結構切ない話になるという。ブルーバイユーは見たいんですよね。うん。評判いいし。いいっすよ。うん。ねえ。 ただちょっと関数が少なくてちょっと困ってるんですけど <laughs>、うん、なかなかちょっと見づらいぞっていう、アリシア・ビキャンデルも出てるのになっていう。そうそうそう、アリシア・ビキャンデルがしたアメリカ人と結婚して、で、子供もおってっていう。で、その家族を韓国に連れて行けるのか連れて行けないのかな、やっぱここにアメリカがいたいよなっていうところをせめぎ合いで。うん、なかなか切な話となっておりまして。はい、ちょっとこれはもうん、悔出しもんやなっていうのがあって。 いや、まあ、注目の一作だと思います、今。はい。はいで。で、あともう一つが劇場公開ので、えっ、ー、と、イラン映画、白い牛のバラット。はい。で、これ、宗教上の関係もあるのかねえっ、ー、と、結局、イランって本当厳罰的な法制度があって、冤罪による死刑で夫を失ったシングルマザーが主人公なんですけど、はい。あくまで冤罪なのに、もう処刑されて、で、すると、 と、そのシングルマザーの方は家を借りてるんだけども、言ったら、えっ、ー、と、家の家主とかは、未亡人に家を貸すことはできない、出ていけ、みたいな。うん。っていう、まあ、ひどい話なんですけど、だからそんなにこう、ね、本人は悪くないのに、未亡人っていうだけでそんなに生きづらい国なのかっていう、いろいろと正義を考えさせる話で、で、その中で、なんかその、 演罪になった旦那さんに借りていた金を返しに来たんだったよっていう謎の男が現れて、そいつが何者なのか、あの、分からいの中でいかにして生きていくかっていう話。うん。なんか前田さんも見たいって言ってませんでしたあ、見ました。おあおはい、どうでしたちょっと今、さらっと終わいましたけどいや、めっちゃよかったです。ただなんかその、結構、ポスターの煽りが、なんか演罪サスペンスみたいな感じだったんで。<ー>なんかちょっと、そういう趣旨ではないかなと思ったんですけど。うん そうですね。なんか、じゃちょっと私、西宮ガーデンズで見たんですけど。はい。西宮ガーデンズの椅子と相性悪くて。はい。<laughs> すごいこう、直角気味なんですよ、あそこの椅子。はいはいで。すごいこう、姿勢調整してたら、映画が終わってしまいま <laughs> した。<laughs> お疲れ様です。<laughs> いやまあそういうのも映画ですよね、<laughs> そういう。ちゃんと見れないみたいな。うん、まあ、座席の相性とかありますよね。座席の相性ありますね。えっと、じゃあ、あと、すみません、ちょっと、死者見た作品をちょっと話したいんですけれども、はい。えー、一つがですね、えー、アカデミー賞候補にも上がっております、はいはい、ベルファスト。はい。おお<ー>。はい。いまして、はい、えっと、これね、ケネス・ブラナーが、 はい。えっと、幼少期9歳の頃の体験を投影して描いた自伝的作品と。はい。で、要は、キネス・ブランナーが、えっ、ー、と、いわゆる北アイルランドのベルファストに当時住んでいてと、はい。いわゆる、あのー、北アイルランド闘争、紛争って、あそこも民族とかいろんなこう、占領とか、ね、途中の奪い合いでややこしい話ではあるんですけども、一応、あくまで9歳の、えっ、ー、と、少年。はい。 の、だから9歳の背の視点で当時のベルファストを捉えて映し出した作品ではあるんですね。はい。だからある種まあ、紛のことを細かくは描かないで、その9歳の子供の視点でいくと、カトリック対プロテスタントの争いとして描いてると。はい。主人公の家族はプロテスタント。はい。なんだけども、プロテスタントの過激派がカトリックに対して暴動を起こすと。 残悔したら罪が許されるんだってとんでもない宗教だとかって。と、はい、いう感じで火炎火とが投げて暴動を起こすと。はい。で、えっ、ー、と、主人公の家族はプロテスタントだけど、そんな闘争には全然参加する気はないと。はい。だけども、過激派からしたら、お前らはプロテスタントなんだから、闘争に参加しろやと。はい。参加せんかったら、お前らは逆にリンチするぞとかっていう脅迫をしてくると。 はい。で、そんな中で、えっ、ー、と、あくまでもベルファストに住み続けるのか、まあ逆にロンドンとかの街に移るのか、という切実なところの時代の話をちょっと描いてると。はい。で、まあ、そういった暴動を起こす奴らっていうのは結局どういう奴らんかっていうのがまあだんだんと分かってくるっていう話です。で、基本、えっ、ー、と、1969年の話。 なんで、も基本ねあの、当時の映像は基本モノクロで映してて。はい、でも、一部ちょこっと、あ、こういうところはカラーで見せるんやっていうのが結構演出のいい感じになってると。うん。はい。で、あとね、結構見せどころは音楽とかで、それこそベルファスト出身のバン・モリソンっていうミュージシャンの曲がエンディングだったり、ちょうど当時流行ってた、 ラブアフェアのエバーラスティングラブっていうのがちょっとある最後のところで演奏されたりして、それが非常にこう素晴らしい感じで上がってて。まあちょうど本当ベルファストの人たちじゃないんだけど、ちょうどその当時イギリスで流行っていた音楽ではあるので、その辺は予告編とかに出てるんですけども、その辺の曲の演奏シーンとか非常に上がるので、はい。切な話で俺るだけちょっと最後は結構盛り上がっていい感じで終われるって話ですと。 まあ子供主人公なので、まあいい作品なので、確かまあアカデミー賞を取ったりする可能性もあるんかなとっていうような作品ではあります。はい。うん。という感じで、あのアカデミー賞作品も結構かなり見れている状況でして。で、あとですね。 ちょっと今日、あの、見てきたんですけども、はい、えっと、ちょっと来週公開なんですけど、えっ、ー、と、映画ドラえもん、のび太のリトルスターウォーズ2021を今日見てきました。はい。私、だから今回ね、これって、えっ、ー、と、85年の作品のリメイクなんですけども、はい。うん。その当時のやつはちょっと見てないんですけど、はい。とりあえず、あの、死者室で見たんですけど、試写室でこんだけ音出せるのかっていうぐらいに、聞き盤と音響が素晴らしかったです。はい。 冒頭からね、ちょっとした、あの、戦争が起きるんですね。はい。うん、戦争の大砲とか戦争とかドッカンドッカンなってて。はい。え、えって、このシャッでこんな音出せんのドラえもんってこんだけ音すごかったっていう、正直と共に最後まで見える作品なので。はい。だからね、これ、あの、ね、音響うるさい映画好きの方とかいますけど、はい、ちょっとこれは必見の作品かなと思っております。はい。はい。 元のリトールスターウォーズは、まあ話もそうなんですけど、主題歌が多分ドラえもん映画史上でもトップクラスにいいんですよね。ほう。海援隊の少年期っていう、今武田鉄矢さんが歌ってるやつなんですけど。あ、そうなんや。はい,はい。もう素晴らしいんですよ。僕ちっちゃい時一番好きな歌やったんですけど、これが。ああ、はい。もうその歌だけでこの作品が名作になってる感じがあると思いますし、うん、まああの話も面白いですけど、うん、まああの、独裁政権が出てくるんですよね。 はい。はい。まあ、現実も言いますけど。ねえ。はい。まあ、それと対峙するっていう話ですけど、リトルスターウォーズは敵の司令官がドラえもん映画史上でも非常に頭が良くて狡猾なことで知られてて、はい。ドラえもんの道具を使った作戦の裏を読まれるんですよね。はい。で、これが、その単に力が強いであるとか、規模が大きい以上に子供心に恐ろしさを覚える敵なんですよね。 そこが、あの、注目ポイントかなっていうのはあります。<ー>はい。いや、もう普通に、リトルスターウォーズはね、僕好きなんで、見に行こうとは思ってたんですけど、はい。はい。いいと思います。<laughs> はい。はい。その後押しありがとうございます。はい。はい、それこそね、今回、あの、松岡真央さんとかもね、ゲストセールとかになってますんでね。はい。で、敵の親玉が香川照之っていうもうね、あの人何やらしてももう最高やなっていう。うん。まあ、敵のボス香川さんみたいな顔してますからね。<laughs> まあね。 まあね、歌舞伎の方なんでやっぱすごいなっていう。うん、はい。そんなところちょっとすみません。欲張って4本もちょっと紹介させてもらいました。はい。じゃあ、メンバーの近況はこんなところにしときまして、えー、っと、今日のテーマトークに入っていこうと思うんですけど、今日のテーマトークはですね、本来あの、日本のホラー2本立てってことで、牛食い村と新事故物件の2本立てをやろうと思ってたんですけど、急遽、急遽、ちょっと思い出しただけを、<laughs> あの <laughs>、 やろうかってなりまして、まあ、ちょうどね、メンバー全員見れたっていうのもあったんですけど、まあ、これはもう早めに語っときたいかなっていうのがありまして、はい、今回はちょっと思い出しただけです。はい、じゃあ、えっ、ー、と、原口さん解説お願いできますか はい。えー、ちょっと映画 .com から配色させていただきます。バイプレイヤーズ。もしも100人の名役役が映画を作ったら、クレナズメなど、えー、意欲的な作品を手掛け続けている松井大吾監督のオリジナル脚本を、えー、池松宗介と伊藤沙耶里の主演で映画化。えー、ロックバンド、クリープハイプの尾崎世界観が、自身のオールタイムベストに挙げるジム・ジャームス監督の代表作の一つ、ナイト・オン・ザ・プラネットに着想を得て書き上げた新曲、ナイト・オン・ザ・プラネットに触発され 松井監督が執筆した初めてのオリジナルラブストーリー。怪我でダンサーの道を諦めたテルオとタクシードライバーのようを軸に様々な登場人物たちとの会話を通じて都会の夜に無数に輝く人生の日々を新鮮さかつユーモラスに描く。昨年2021年の第34回東京国際映画祭コンペティション部門に出品され観客賞を受賞しております。はい。で、 は、さわりの感想のをノーノー言っていこうと思うんですけども、原口さんいかがでしたか はい。これちょっとね、あの、死者見た時にね、ちょっと紹介させてもらったんですけども、えっ、ー、と、これね、一年の特定のある日だけを一年後と坂を遡っていく話で、そこでお経を描いてるのも、やっぱり、ね、その間に何が起こっているかっていうのを想像してながら見ていくのが良かったなと。あと、でもなんかこう、中瀬さんだけはなんか遡ってなさそうに感じるような、みたいな、あの演出とかをしてて、はい。ね、最後まで見るといい作品見たなぁと思いながら、皆さんに話聞いたらなと思います。はい。前田さんいかがでした 私はもうこの作品を池松壮介版愛が何だと呼んでいるんですけどう。う <laughs> それぐらいちょっとこの作品の池松さんが良すぎましたね。めちゃめちゃタイプでしたね。うん、もう沼りました。<laughs> <laughs> こんな感じです。<laughs> はい。マリオさんいかがでしたそうですねいや。なんというか、このお手のタイプの映画って去年ぐらいから結構流行ってる感じするじゃないですか。 花束みたいな恋をしたから始まり、街、はいはい、の上でとかなんか、僕たちはみんな大人になれなかったとか、まあそういった類の映画いっぱいあって、まあどれも良かったですけど、多分、ちょっと思い出しただけだ、なんかもう、総決算であり大傑作みたいな感じがちょっと個人的にはしてますねってぐらい好きですね、この映画は。はい。はい うん、なんか、リアルだけど絶妙にちょっとファンタジーなところもあって、なんかその塩梅もすごくうまいし、あとやっぱりもうなんか、ちょっとしたなんか心の機微とか、なんか日常への愛おしみとか、完全にもうなんか、新海誠好きな人だったら絶対これハマるでしょみたいな感じの映画にしか思えなかったですね、もう。も、ま、う、あ、あとパターソンですかやっぱジム・ジャーム氏の。 あれっぽいなとも思ったし、うん、もうとにかくこんな好きなものしかない映画ないでしょってぐらいには大好きな映画になってしまいましたねはいはいえっと僕はですね2022年のベストですよこれは早<や>っ <laughs> あの揺らぐ気がしないですよねこれがうん、うん、であの20代の時に僕が霧島部活やめるっていうのを見てその人生の節目になったのとしかしぐらい節目になるような気がしてます うん、20代の時の霧島が30代の今の僕にとってのちょっと思い出しただけになる可能性があるなと思って今度もう一回見に行こうと思ってるんですけどもそれぐらい大きい作品ですねあの今言ってほしいことが全部入ってましたはいもう大大大大傑作ですはい じゃあ、そんな感じで、まあ、触りの感想はありまして、こっからは、具体的にネタバレに触れる話していこうと思いますので、映画を見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、ここで一度止めていただいて、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい、じゃあ、内容を触れていこうと思うんですけれども、まあ、主演二人の話から入りますか、うん。<laughs> はい。はい。前田さん、池松壮亮さんが良かったと。いや、もともと好きなんですけど、はい。 いや、今回の池松壮介はもう、なんやろ、ベスト。ベストオブ池松壮介じゃないですか。いや、まあ良かったですよ。良 <laughs> かったですよ。<laughs> 私逆にこれ池松壮介じゃなかったら、うん、ここまでこう、高評価じゃなかったかもしれないぐらい、うん、もう彼に、なんやろ、もう心を持っていかれましたね。確かにね、それはそうかも。彼だからこそかもしれないですわ。うん。 なんかその絶妙な本当に、なんて表現したりかわかんないですけど、その一人のキャラクターとして、なんかこう何かっぽくない。もう、あの人間はそこにしかいないっていう一人の人間を演じきってたなと思いますね。うん。あと、まあ、あの、伊藤沙莉さん。あの、あんまり僕注目したことなかった女優さんだったんですけど、 素晴らしかったですね、本当に。<laughs> もう素晴らしい。あの、まずね、声が、声がいい。そう。あね、やっぱあのハスキーボイスがいいから、うん、他にいないからね、ジョイさんで。いや、もうむちゃくちゃ可愛い。もうあの声が。ね<え> <laughs> もうね、あのー、なんかね、リアルに恋愛してる感じのやつだなと思って。<laughs> まあ、作中でも変な声って言われてましたけど、その、 いわゆる綺麗な声ではないと思うんですよね。そういう整った、ちょっと演出がかった声とかじゃなくて、本当に、いそう、いそうというか、何かその、仕上がったものとかじゃなくて、自然体のその人としてそこにいるような感じを、まあその、もちろんご本人がもともと持ってる声もあるけど、今回の役にそれがむちゃくちゃ合ってたなと思って、もうね、可愛すぎですよ、本当に。<laughs> うん。まあ。 池松宗介にしても、伊藤沙莉にしても、まあ、もうとても美男美女というか感じですけど、本当やっぱ身近に居そうというか、うん、感はすごいですよね。なんか。うん、で、やっぱなんか身近に居たらなんかちょっと惚れちゃいそうっていう感じ。うん、こう、身近にいる人よりかはちょっとやっぱ一個なんか抜きんでた感じはあるけど、けどなんか身近感はめちゃくちゃあるみたいな、なんかその絶妙なラインっていうんですかね。うん、なんかもう、この二人だからこそ出せるラインだなって思いますよ、ねうん またタクシードライバーっていう <laughs>。いやもう、そういうシチュエーションがまあ、いいんだなっていう感じしますよね、なんか。タクシーという、一回しか多分もう出会わないであろう人たちがここですれ違い、なんかちょっと話をして、また去っていくっていう、もう、そういうのがやっぱ好きですよね。うん。まあなんかこのタクシードライバーっていうところは、ナイトンザ・プラネットから取ってきてるんだろうなと思うんですけど、そうですね、やっぱこの、 職業として、ちょっとまだ、あの、おってなるとこはあると思うんですよね。女の人がタクシードライバーやってるっていうので、ちょっと、これいいことかわかんないけど、見てて、あれなんでタクシードライバーやってるんだろうって思うとこあったんですけど、最後までそれ説明しないのがすごくいいなと思って、なんかまあ、理由が、 で、そのタクシードライバーになったとか、そんな特別なこととかではなく、普通に何らかの人生の成り行き、あるいは純粋にそれになりたくてタクシードライバーになってると。でもそれも別にあえて説明しない。普通に仕事なのでって言ってる感じがすごい好ましくて。で、僕はちょっと初め覚えてしまって、違和感とかも、あ、なんかちょっと良くなかったかもなとか思ったりしながら、最終的にもうむちゃくちゃいいなって思いましたね。そういう語り口も。 あくまでタクシーが好きっていうことしか表現されてなかったよね、確か。うん。そんぐらいかな、言ってたのは。まあなんかその、タクシードライバーをやってることに特に不満とかもない感じでしたよね。だからそれ気に入っは、あの、ナイトオンザプラネットのウィノナライダーとか。はい、最初の話ですね、はい。最初の話みたいな感じやと思うんですよ。多分そこにインスピレーションというか引っ張ってきてるのかなっていうのは思うんですけど、うん。 またね、あの、タクシーの制服が可愛いんですよ。<laughs> え。いやそこ良かったですね。あとあの、同じ日を一年ずつ遡っていくのって、パッと分かりました。その、あら筋としては知ってますけど、パッと飲み込みました、あれ。<laughs> 一応カレンダーがちゃんと映ってるから、はい、そこは一応着目してたけど、うん。でもカレンダー映ってるから分かんないじゃないですか、同じ日だから。うん。 でもそこで結局、あの、うちらの実際のリアルのことをちゃんと出してるから、はい、ああ、そういうことなんやな、っていう、っていうのを読み解けるかどうかなんよね。<laughs> 結局、そこを。また、あの、カレンダーが絶妙に英語表記だから、ちゃんと曜日とかちゃんと変わってるのは、ちゃんとカレンダーとか出てるんですけど、若干読みにくかったりするっていうのもまああったりはしますけど、うん。まあ、ちゃんとまあ、そこはちゃんと。ああ、そういうことねっていうのはなりますけどね、うん、ちゃんとわかりますね。うん そうそう、あのカレンダー、ね、あの、英語表記で、なんていうか、機械式のめくるタイプのやつ、うん、パッとわかりにくいんですよね、何のことかっていう。まあ、例えばあれがデジタルで、その、西暦とかが入るやつやったらわかるけど、あえて混乱させるようにしてるというか、多分この映画の本質的な部分の話になるんですけど、過去に下こんっていくことに対して、今に近い過去と、今から遠い過去とっていうものをあんまり区別してないなって思うんですよ。 うん、品質的に描いてるというか、その、どの時系列も10日に描いてるなって思うんですよね。たぶん、まあ、あえてその、時間を混乱させるっていうのは、混乱させるというか、パッと飲み込みづらくしてるのは、あえてやってるのかなっていうのを思いましたね。で、はじめ、2020年から始まるんでしたっけえっと、2021年。あ、2021年か。2021年から始まって、マスクつけてるとこから始まる、うんはいでうん。で、オリンピックの話があって。ですよね。から、その、 これ、ちょっと僕、ドライブマイカーの話した時に見たんですけど、マスクつけてることで、すごい今の現実の話として捉えられるなって思うんですよね。まあもう、今からのこういう創作物って、もう全部マスク描いていくから、なんかそんな特別なものじゃなくなっていくのかもしれないですけど、本作で言うと、マスクつけてるとこから外していくじゃないですか。うん、なんかそこが、その、現実的なとこから、 だんだん引き込まれていく感じがあるなと思ったというか、その見てるこっちとしても、ああ、あの頃ってマスクつけてなかったよなとかっていうのを思い返す感じがあったりしたなと思って、うん。多分こういう現在に近いところからだんだん過去に戻っていく映画って別に以前もあったとは思うんですけど、僕は結構新鮮に感じて、 パッと思いつかないんですよね。<laughs> なんか意外と。うん。なんか意外と同じ日っていうのはね、ないような気が。うん、そう、同じ日はないか。うん。うん。なんかまあ、単純にその時をこう遡っていく。過去に戻っていくみたいなのって言うと、本当僕たちはみんな大人になれなかったわ。今回結構似ているというか、ちょっと類似点が多いんですよね。うん。うんうんうん、伊藤沙莉も出てるし、うん。<laughs> まあ過去をこうどんどん戻っていく。で、あと、 コロナ、まあ、マスクとかもちゃんと出てくるし、うん、まあ、すごくやっぱ似てるんですけど、うん、けどやっぱりなんか、ちょっと思い出しただけの方が、まあ、ちょっとファンタジーな部分もちょっとうまく絡めてるがゆえに、すごく綺麗に過去に戻っていくのが、うまいというか、例えばまあ、長瀬正俊の演じる、ずっと待ち続ける男っていうのがいますけど、うん、まあ、ずっとまあ、今はまあ、いつ来るかもわからない誰かを待っているんだけど、 過去に戻っていけばいくほどに、待っていた人とのなんかこう、ようやく出会えたみたいな感覚に、まあ、逆転的に陥るみたいな展開になるっていうのは、うんうん、まあ、ちょっとしたファンタジーではあるけれども、それはうまく、なんか、同じ日を遡っていくっていうことに、すごく意味を感じるというか、綺麗にまとめて見せるなっていうところは、やっぱすごくなんか、見てるこっちとしてもすごくカタルシスを感じるので、なんか、こっちのがなんか、ちょっとうまいなというふうには、やっぱ思いましたね。うん 僕たちは大人になれなかった、僕は見てないんですけど、あれってその1995年とか結構時代の大きな節目が舞台として現れてて、うん、割と時代背景みたいなのが重要視されてる映画なのかなっていうふうには認識してるんですけど、そんな感じなんですかね。まあそうですね。まあ結構遡っていく年代も、バブルの時期までまあ遡りますし、あっちは。うん、だいぶそういう時代の節目みたいなのを捉えるみたいなのは結構ちょっと、うん、 大きいとこもあるかなと思いますけどね。なるほど。それに関して言うと、本作って一応その現実の背景みたいなのって見えるけど、そんなに重視されてないというか、あくまでその舞台が現実のもので時間が遡ってますよっていうことを言ってるけど、あんまり背景みたいなものって重視されてなかったかなと思うんですよね。あくまで主人公たちの話を遡っていってるだけっていう感じ。 だからそこでその背景と動向っていうものはあんまり重視されてなかったかなと思ったんですよね一応遡っていってるのは7月26日っていう、はい、テルオの誕生日ではあるんだけども、はい、結局他の人にとっては何気ないある日の1日でしかないっていう、はい、っていうのが象徴的なかある意味何気ない1日をあえて撮ってるっていう、うん、主人公の誕生日ではあるけどもっていう。うん また、そこがね、すごい上手いなっていうか、誕生日だから、当人たちとしては何かイベントをやるつもりだから、ちょっとしたことが常にあるわけじゃないですか、うん。会いに行こうとしたりであるとか、ケーキ作ったりであるとかっていう。あと、まあ、そもそも、テルオの誕生日だから、ちょっと思い出すっていうのは <laughs>、 あると思うんですけどね。そもそもこの話の大前提として。そうですね。でも、この話の大きい節目の瞬間瞬間って描かれないんですよね。例えばそのテロが足を怪我した瞬間とかって描かれないじゃないですか。僕、そこがすごいいいなと思ったんですよ。だから人生の節目ってなんか自分が何かその特別に思ってる日にあるとかじゃなくて、行間にあるなと思うんですよね。 で、この話の何かが起こった時、だから二人が付き合い始めた、付き合おうとするきっかけになった日は描かれますけど、本当に付き合い始めた日とかは描かれないし、怪我した日であるとか、あるいはその照明の仕事に就いた日であるとか、物語的な節目になる瞬間、瞬間、その時っていうものは描かれないんですよね。それらは全て行間であって、ただその、 描かれてるのは誕生日を一年ずつ遡っていくっていうことなんですよ。ね。で、そこが僕すごいいいなと思って、で、そうすることで、あの、原口さんもおっしゃってましたけど、誰にとっても互いに人生の行間なんだなって思ったんですよね、見てて。お互いがお互いに人生の行間を埋め合ってるんだなって思ったんですよ。あの、で、なんて言ったらいいかちょっと僕言葉にしきれてないんですけど、その大切な瞬間とかじゃない、 まあ、誕生日だから大切な瞬間なんですけど、そうじゃない、本当に人生の大きな節目みたいなものも、人生の大きい目で見たときに、あくまでその、なんだろう、何気ない時間でしかないというか、はい、その、突き詰めると、イベントの代償かからず、全部、10日なんですよね、きっと時間って。はいで。で、それがこの、遡っていくことで、また、有効に働いてるなとも思って、 あの、過去から未来に進むって、まあ、基本じゃないですか。で、はい。未来って、基本的にその、まだないものとして、なんかその、特殊なものとして扱われてるなって思うんですよ。ちょっと、この言い方伝わるかわかんないんですけど。でも、あの、過去と現在に近いものが、東海に扱われてるっていうのが、すごい大切なことだなって見ながら思ったんですよね。なんて言ったらいいかわかんないんですけどね。うん。 いや、なんか、すごい大事なことを言われたなって思って見てて。うん。ごめんなさい。僕あんまり伝えられてる自信がないんですけど。<laughs> 大丈夫ですよ。うん。確かになんか結構僕もこの映画の感想をツイートすると結構悩んだというか、なんか、すごく良かったけど、あまりにもやっぱ取るに足らない出来事だったんだろうなっていうことの集まりだったっていう。うんうん、で、それがいかにいいかを言うのってめちゃくちゃむずいなとうん、うん、思ったんですよね。でもなんか、そういったものがやっぱり、 人生のまあ、ちょっとした礎になっていたりとか、あとちょっとそれこそ思い出した時に、まあちょっとしたことではあるかもしれないけど、とても充実したものをやっぱ満たしてくれたりもするし、うん、でやっぱりまあ時間は過去には戻ってはいかないし、まあやっぱりそれはもう永遠じゃないっていう、うん、その出来事を過ぎ去ってしまったものが、だからこそ余計にそういった出来事って愛おしいよねっていう。うん ことにやっぱ繋がっていくんですよね。なんかそういうイズムはもう完全にもう僕が好きなやつですよっていうふうに思いましたよ。<laughs> いやもうちょっとね、深海誠との類似点が多すぎるだろ、今回みたいなね、感じしますよ、<laughs> 本当に。うん、あんま僕そこピンと来てないかもしれない。<laughs> いやいやいや。<laughs> いやもう、ちょろいので、あの、東京の夜景が出てきただけで、ああ、もういいなってなるんですけど、東京映画やってなるし、あの、ちょろいんですけど、まあ、僕の場合は。 けどなんかその過去に戻っていく上でのそのやりとりの中って結構そのなんていうんですかね。例えばタクシーの中で喧嘩するときとかってなんか言わないとわからないじゃないかとかっていうところのやりとりとか。かと、でまた過去戻っていったらあの部屋でナイトンザプラネット見てるときってなんかそういうの言わなくてもなんか伝わるよねみたいなっていうところがまた描かれてたりとかって。やっぱそこってやっぱり心のその距離感の話だと思うんですよね。うん。それこそやっぱり本当 僕が深海誠作品を見て感じるその心の距離感の話っていうのはやっぱそういうところで出てるなって僕は思ったんですけどね。はい。うん。あの、4年前ぐらいのやつかな。ナイト・オン・ザ・プレネット見ながらケーキ食べてイチャイチャしてるシーンあるじゃないですか。はい。うん、映画史上最強のイチャイチャでしょ、あれ。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうですね、確かにね。あのイチャイチャ、<laughs> 宇宙最強ですよ、ほんまに。うん、びっくりした。こんないちゃイチャあると思って。<laughs> いや、ほんまに、自分って人生何してきたんやろと思いましたもんね。えそこでえ,えいや、なんやろ。自分の人生には一体何があったんでしょうかって思いました。ほんま、この映画見てるときずっと。え,え <laughs> いや、そんななんか、そんな恵まれた人生、そうじゃない人生みたいなのを区別するような映画じゃなかったと思うんですけど <laughs>。いやいやいや。え、何あれみんなあんなことあるんですかって思いましたもん。あんなことみんな、 あった前提でこれ見てるんですか何なんですかって思いました <laughs> <ー>うん。いや、ないんですけどね。それはね。僕もないんですけど。けど、なんて言うんですかね。こう、人となんか喋って、なんかちょっと繋がれたような気がするみたいな感じに刺さるんじゃないかなって思うんですよね。うん、そういうのって。うん、まあ、なんかちょっと分かり合えたような気がするみたいなとか。うん。なんかそういった、本当それこそ本当些細なことかもしれないけど、そういったのがやっぱすごくなんか、うん。 幸せだなって思うところなんじゃないかなっていう。うん、まあそういうのが出てるんじゃないかなって僕は思ったんですけど。うん、あんな胸キュンな出来事は僕もないです。はい。<laughs> ないです。そうか。めっちゃどうでもいい話するんですけどね。あの、高校3年間好きやった女の子がいて、<ー>で、3年間話ししなかったんですよ <laughs> で。高校3年間で1回だけ話したことがあって、それがセンター試験1日目が終わった夜のホテルの廊下なんですよ。 一緒やったんやえ、同じクラスですかあ、クラス違いますけど、けど同じホテルやったんや。高校でセンター試験受けるのに同じホテルに泊まって、同じ学年の生徒がいっぱい泊まってるわけですよね。そうですね。ホテルに。 はい。まあ、淡路島なんで、わざわざ受けに行くわけですよ、センター試験。神戸大学にね。僕は、あの、高難でした。あ、そうなのちゃう時もね。はい、はい。はい。まあ、あの、ちょっと狭すぎる話なんであれですけど。うん、いや、で、まあそこでもう、高校3年間で唯一そのセンター試験1日目の夜にだけ何時間も喋ったんですよ、廊下で。ええー、ええー、やばい。やばいでしょ <laughs> うん、やばい。<laughs> もう いや、あの、そういう瞬間の話なんですよ、この世は。い <laughs> <laughs> おしいねもうそうなんですよ。別にこれがなんか恋が成就したとかじゃないし、多分相手はまるっきり覚えてないことだと思うんですけど、はい、やっぱ大事なことですよね、こういうのってっていう、はいはいはい。その、瞬間が永遠と等しいっていうことを語ってるわけですよ。もう、<おー> <laughs> 最高ですよね。<laughs> いや、もう深海誠イズムって感じがしますけどね、そういうのね <laughs> ああ<ー> <laughs> そんな瞬間あったんかな <laughs> いや、ありますって。忘れましたわ <laughs>。いや、だから、ちょっと思い出しましょうって話ですよ。<laughs> うん。ちょっと思い出してみましょう。い,いや、でも、あんなね、<laughs> あんな素敵なことがあったら、もう、ちょっと思い出しただけで済むって思いますけどね、私からしたら。いや、<laughs> でも、それは、どんなに美しい思い出さえ忘れていくんですよ、それは。うん。でも、 ふと思い出した瞬間がいつか来て、その瞬間っていうものは、その瞬間だけはものすごい大切なものだったりすると思うんですよね。そういう感じ、うん、そのふと思い出した瞬間を見つめた映画だなって思うんですけど。<laughs> ね、<laughs> ありますって <laughs>。いや、<laughs> あるとは思うんですよ。<う>あるんですけど。はい 実際にはなんかそれを思い出してるときって、なんか苦しいんですよ、はい、私は。ああ<ー>。私なんか過去の思い出って全部辛いと思ってるんで、なんか思い出したくないんですよ、基本。だから写真とかも私一切残さないんですよ。ああ<ー>。携帯も変えるたびに、写真、うん、携帯と一緒にとか保存とかしないんで、全部溜まってないんです、何も。思い出が。写真は残さないって <laughs> 何かのスパイ映画みたいなのなっ,っ,ってしまったんですけど。<laughs> そう。いや、なんか、いや、確かわかるんですよ。私もなんか今この話したらいろいろ思い出してきたんですけど。<laughs> なんか。でもなんかそう思い出してるときって、あいい思い出あったなとかじゃなくて、なんかめっちゃ辛くなるんですよ。うん、良ければいいほど。うん、それがもうないっていうことを思っちゃって。あも,うもうないんだと。もう。そう、もうる。失われたことだと。 そう。しかも、<ー>その人とのことが失われたとか言うよりも、こういう体験とか、こういう感情とかが、この先こう、感じることがないんじゃないかとか思ってしまうんですよ。なんか大人になると、どんどんそういうのってこう、減って、<ー>減っていくというか、感じる気持ちも多分、パワーがこう、弱まっていっちゃう部分もあると思うんで、うん。そういう意味では。ね。感情性を問えるからね。いや、なんか。いや、わからん。<laughs> なんか僕そういうの考えて多分切なくなる方が多分僕は多くなるんですけど、なんか辛くなるよりか僕は切なさによっちゃうんだろうなって気は僕はしますけど、僕の中でとそういうのって。<ー>うん、なんかあったなそういうなんかちょっと思い出しただけ的なやつ。あったかもしれんな,いな <laughs> 僕の考え方でいくと、過去を思い出すとしんどいっていうのわかるんですよね。もう取り戻せないし。 っていうので、だからその過去を思い出すことに耐えられない間は思い出さないんじゃないかなって思って耐えられるからふと思い出したって耐えられるようになったから思い出してああれ結構大事なものだったなっていう感じられるようになるというかでそうなるまでは蓋を開かないように開かないように頑張ってるんじゃないかなってちょっと思うんですよね だから、ふと、あ、なんか、この、今、頑張って、抑え込んで、蓋開かないようにしてるけど、蓋開いちゃってもいいやっていう瞬間がいつか来て、パッと開いた時に、あ、なんか意外と悪くないなみたいな時が来るかなと思うんですよ。僕も多分思い出したくない記憶に蓋しようとしてると思うんですけど、それも、なんか、いつか悪くないって思える時は来るんじゃないかな、とは思うんですけどね。 だから、そういう意味では、俺ってだいぶこう、スッキリして、この収録でも話す自分の、痛い話をもう、笑い回しとして、話せてるかなっていう。消化できてるかなと思う、俺。まあ、原口さんはもう、逆にもう、蛇口開きっぱなしじゃないですか。<laughs> うん、まあ、まあ、基本オープンな心ではあるんだけど、ね、ね、オープンマイトだけをね。だから、マリオンさんが3後半になってくると、まだ違うかなって思う。ああ。<laughs> そうですね。うん あとはあの、タクシーの中での喧嘩のシーン、僕すげえ良かったんですよね。あの、喧嘩へのシームレスな移行、うん、ガチなやつや,やなと思って、あれ。そうですね。普通にこう話してるつもりがもう喧嘩みたいになっちゃってるみたいな感じっていうんですかね、うん、ああいうのってね。うん。ちょっとしたボタンのかけ違いからね、延長しちゃうよね、ああいうふうに。でもあれ結構私、結局、その踊れなくなって、うん、人生どうしようって悩んでて、うん。 悩んでる状態だったわけじゃないですからやっぱそれに対して女性はいやもう普通働いてそれでも楽しく生活していく未来が想像できるって、うん、あの時結構決定的にこの二人はすれ違ったなってこう思いましたね、うん、なんかやっぱりその未来をやっぱり想像できるって言っちゃうのはちょっと酷だったなって、うん、ああなるほどねうんだ、うん、だろうけど、うん、だって 30歳ぐらいだったじゃないですか。30歳ですよね、ちょうど、ね。そう。それで、なんか、シーパラダイスでバイトして、うんうん、だいぶ人生かけてたわけじゃないですか。うんうん、いや、今から普通に働くって、その普通って何よみたいな気持ちになっちゃうのはちょっとだいぶ分かっちゃって、あ、この、なんてうやろう、そこに決定的に二人のこう見てるものの違いが出てしまったなって、あのシーンは結構、うん、それこそちょっと切ってなかったですね。うん あの、踊ってない俺とでも一緒におれるって、じゃあもうそれ違うやんみたいな喧嘩するじゃないですか。<う>ものすごい本質的な話やなと思って、なんか、どっちも言いたいことわかるんですよね、その <laughs> おうおう。なんかあれ、感情的にはなってるけど、割と本当に本質的な話してるというか、なんかその、乗り越えてしまえばなんとかなることかもしれんけど、 ま、この瞬間なんかその、乗り越えられるよって言われても、みたいなの <laughs>、ね。そう <laughs>、うん、ね、そういう話をしてないんだよね、みたいなのは、なるよな、っていうのは思って。確かに。ねえ、ね、え。あそこの喧嘩、むちゃくちゃ良かったんですよ、あれ。うん。でももうあんなんどうしようもないですよね、もう、そんな、うん、もう、どんな言葉をかけたらいいっていう問題でもない。うん。なくて、ひたすら、こう、立ち直るのを待てるかどうかだけやったっていう感じもしますけどね。うん。 そうですね。ああいう場面で本当なんて声かけていいんだろうって本当毎回迷いますというか、多分僕何も言えないことが多いなって本当にいつも思うんですけど、うん。あの後、タクシー降ろされて、道でケーキ食べるじゃないですか。うん、で、行き交う人々を見つめるじゃないですか。うん、あ、みんな生きてるなぁ、みたいな、それがいい意味でもあり、悪い意味でもあり、なんかすごい染みてるシーンがすごいよくてうん でなんかね、その、周りの人々の扱い、僕、本作すごい好きで、その、すごい人生に関わるわけじゃないけど、その、隣を通り過ぎただけの人でさえも、その瞬間は自分の人生の一部っていう感じがするなと思ったんですよね。うん。あ、あと <laughs>、この話したいなと思ってたのあの、成田亮さんの扱いが、はい、もう、相変わらずいいなと思って <laughs>。<laughs> <laughs> あの、成田亮さんの演じる役柄の、 なんか、チャラけてる感じ出してるけど、なんかその、チャラおとしての居心地がそんなによくなさそうな人の無理してる感じが本当にいいなと思うんですよ。<laughs> なんか、この人、自分の今の役割似合ってないぞってしで、しかもちょっと自覚してそうだぞみたいなのがちょっとね、<laughs> なんか感じるのがね、むちゃくちゃいいなと思って。<laughs> 伝わってます、これ。<laughs> <laughs> いわゆる、陽キャになろうとしている陰キャってことですかいや、えっとね、陰キャでもないと思うんですよね。あの、寝喰なわけじゃないけど、似合ってないんですよね、なんか <laughs> あ<ー>。でもなんか、愛されキャラではあるなっていう、あの感じ。<ー>うん。なんか、こいつも結構いろいろ考えながら生きてるんやろな、みたいなのがね、なんとなく透けている感じがまたいいなと思って。思ってたより伝わらなかった <laughs>。<laughs> <laughs> そっか、テンション上がってたのは僕だけやったのか <laughs>。いや、私、普段成田涼出てきたら、わあ、成田涼だってなるんですけど、はい、もう今回は本当にちょっと池松あ<ー>もう良すぎて、はい、好き、ちょっと、今も。<laughs> うん、いや、わかりますよ。いや、もう、あの後誰とも付き合ってないやつは付き合ってほしいって思ったもん。<laughs> <laughs> まあ、あと、その、バーの話で思い出しましたけど、 国村淳と伊藤沙莉がジェンガしながら愛について語るシーンめっちゃ良くないですか、はいはい、いやもう、愛の話をする例え話としてジェンガって最高にうまいなって思ったんですけど。<laughs> もうますぎとか思ってもう。<laughs> そうですね。あの、国村淳さんちょっと僕、飛び道具やなと思ってあの。飛び道具言いたいことわかる。あの、持ってくじゃないですかって、 なんか状況を俯瞰できてる人として出てくるっていうのが、本作の温度感にちょっと合ってなかったような気がして、そのバーのマスターと公園で待ってる人永長瀬さんが待ってる役割の人いるじゃないですか。はい。あの二人はちょっとその物語的な役割が大きくて、ちょっと本作の温度感にあんまり合ってないように僕は感じたところがあったんですよね。 特に長瀬さんのあの待ってる人は、あの、タイムスタンプとして強力すぎるというか、うん、物語的すぎると思うし、うん、ものすごくその、彼の存在がテーマを口で説明してるぐらい仕上がってる存在になってるなって思うんですよね。うん、ずっと待ってるって、その過去に遡ることで会いたかった人に出会えるっていう、その過去と未来の透過性みたいなのを一心に,になってるじゃないですか。うん、その、過去と未来なんて関係ないと。 俺は会いたいと思って待ってるっていうことが、そのことこそ価値があるみたいなことを、彼が待ってることで言ってしまってて、ちょっと僕は説明的に思ったとこはあって、うん、そのちょっと役割が大きいなって思ったとこはありましたね。ああいやなんか言いたいことはわかります、すごい。うん、まあわかりますね。象徴的すぎるというか。うんうん、まあでも多分、あのちょっとしたその象徴的というか、うん、悪の強さ。 まあ、もうなんていうか、ちょっとリアルとはかけ離れた存在みたいなが、うん、うん。いることによって、うん。ジム・ジャームシっぽさが出てるんじゃないかなとも思うっていう感じですかね。あ <laughs> なるほど。やっぱり、ジム・ジャームシの映画やりたかったっていうのは多分、もうこれ間違いないじゃないですか。<laughs> ま,まあね、だって宣言してるようなもんだからもうそ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 う。<laughs> そうね、で、やっぱジム・ジャームシっぽい映画がやりたくて、今に通じるテーマっていうか、まあ、受け入れられるにあって多分、考えた結果が多分これだと思うので、うん、まあ、 僕はそれででもいいかかなっていう感じですかね、うん、まあなんか必要だったような気はするんですよね。彼があそこにいることでなんか一本筋の通ったものが話の中に通る感じもするし。うん、やっぱそこはね結局あのジャームシ作品でおなじみの日本人としてやっぱり永瀬さんが出て、うん、でパターソンでもあの役割ではあったんで欠かかせなない存在っあるんかなやっぱりそれって欠かせないんですかね パロディーになってません <laughs> って僕は思いますけどね、それは。そこはオマージュと行きたいな。<laughs> まあまあまあね。パロディーかオマージュかっていうと、まあそこはギリギリなラインかなと思いますけど。いや、僕、ほんまにむちゃくちゃ好きなんですよ、この映画。<laughs> <laughs> 本当に。何かのパロディーですなんて言ってほしくないんですよね。<laughs> うん、そっか。でも逆に、そういうファンタジーっぽさがないと、うん、なんかもう押し潰されてしまったかもしれないです、私はもう。<laughs> <laughs> やっぱその、本当に自然やったから、うん、もう全部が。うん、なんかだから、なんか恋愛映画、なんか普段は全然見ないんですけど、あんまり。うん、なんか恋愛映画見たなって、久しぶりにこう思って。うんうん、で、なんかすごくこの、いいなってやっぱ思ったんですよね。うん、なんかそう思わせられた、純度がその、これ以上高かったらもうちょっと過剰摂取で死んでしまった過剰摂取で死ぬって。<laughs> <laughs> ちょっと要素要素でこれはフィクションですって言ってくれないと死んでしまうよって思います。<laughs> それはまあ結構、うん、確かに言ってますね。フィクションだよっていうそうですね。現実を投影してるからね。そうで私あの、最近たまたま自分の中でニューヨークの安木さん。はいはいはい。なん,なんかブームとかでもないんですけど、はい、なんか最近ちょっとたまたまよく目にしてたんで。 もう屋敷やんと思って。<laughs> あそこ、うん。そいや、しかも、ああなるんやっていう、結構良かったですけどね。おーってなりましたね。うん。おもろかった、あれは。最初めっちゃ嫌やなと思ったんですけど、はい、こういう男めっちゃ嫌やわーとか思って。<laughs> <laughs> あの、下心丸出し感、ちょっと。 とやばいなぁと思いながら見てて。で、その後、一生大切にするよとか、<laughs> お前その温度感の人間なのってなったラストね。そう。ねあ、そうなんだってなりますよね。めっちゃいいお父さんみたいになってるやん,そう,ん、ね、そうやね。やね明らかに口から出まかせようってしか思えなかったのに、そちかいって思いながら。<う>いや、そ、そこのね、いいんですよ。何があったんかなって想像するだけでね、ドキドキしてくるんですよね。えー、<の>いや、そうそう彼の人生に何があったかとか考えるともう、 そうですね。なんか、誰かの人生の想像をするみたいなって、やっぱ楽しいですよね。うん、なんか、この、道を行き交う人の人生、これまでどんなことをこの人考えてきたんかな、みたいなのを考えるみたいなって、なんかすごく豊かだし、うん、なんかそういう風な豊かさというか喜びがやっぱあるなと思いましたね。いや、でも、あのラインの聞き方はマジで強引やったなっていうか。<laughs> あれは、 ああやって人から連絡先をもらっていくものなのかっていうでも結構、なんやろ、もしかしたら、<う>あの屋敷のキャラもすごいリアルなんかなと思って。なん結構いいかな、今やと。なんやろ、イメージでは、なんかこう、チャラい人とか、こう誠実な人ってこうイメージがあるじゃないですか。うんうん、やっぱり、特に映画とか見てると。今回それがすごくこう覆されるのが良くて、 だから、その、池松くんも、あの、別にチャライとかでもないし、うん、クズみたいな感じも全くないんだけど、うん、結果として、なんていうのかな、その結果として、うん、彼と幸せになれることができないっていう、なんて言ったらいいんやろう。あの、プロポーズするシーンあるじゃないですか。プロポーズというか、うんうん、明日ようかなとかいうシーン。でも結局、それで結婚したいわけやから、やっぱりそういう、 うん、こう私たちがやっぱり映画で普段見ているみたいに、こう人ってこう誠実な人とか、うん、なんかチャラい人とか、人や限りの人みたいな区分けじゃなくて、うん、その人とどうなっていくのかが本当にわからないっていうところで、うん、結構私の屋敷のキャラも良かったなと思って。いやー、めちゃくちゃ良かったですよ。最初はちょっとギャグっぽかったけど、うん、結構最後なんか納得してしまったというか。 もうね、あのくだり全体的に僕すごい無理で,で、直前の合コンのシーンとかもね、血液型でお前らスケベだろうみたいな言ってるのももう勘してくれんやと思うよてて <laughs> きついきついって思いました。あ,<ー>あれで二次会とかマジかよ。<laughs> まあね、まあちょっとあの会話の内容とか辛いですけど、けどなんかああいうことをなんか楽しみに生きてた時ってなんかこれまでいっぱいあったなというか。ほう 今やっぱコロナになって全然飲み行けないじゃないですか。はい。ほんまや。いやもうなんかあのシーン見てなんかすっごいあのなんか誰でもいいからなんか誰かと酒飲んで喋りたいなってすごく思ったんですよねなんか。この映画の話しなくてもいいからもうただひたすら誰かとも居酒屋にそのまま入って酒飲みながら喋りたいってすごく思ってなんかそういうなんかちょっとした何かが今本当にどんどんなくなってきてるのが本当なんか辛いなっていうのをちょっと感じてたのでなんかそういうところでも 今回は刺さりましたね。うん。戻っていきますからね。うん。いいじゃないですか、本当喫煙所でタバコの火を貸してもらったとか、そういうのいいなって思いますもん。タバコ吸わないけど。わ <laughs> かる。タバコ吸いたくなる <laughs>。うん。そういうちょっとしたことってすごくいいよなって思えるっていうのはやっぱいいなって思う。うん。あと、やっぱあのー、本作のハクビのシーンといえば、 えっと、初めて出会った時の商店街の <laughs> 帰り道の、うん。あれはやばい。あれはやばいですよ。うんうん、ちょっと、あそこはやばかったですよ <laughs>、うん、<laughs> もうなんかもうここに永遠が詰まっているよってなってました <laughs>。そ,そうそうそう。<laughs> 年のクリスマス神様にあれをお願いしようと思います。うんはい、あの夜をくださいって <laughs>。<laughs> <laughs> もう、ほんと、やっぱ、ああいう瞬間がいいんだなって、ほんと、思いますよ。なんかちょっと浮世離れしてるかもしれないですけど、あの、これ踊ってとかっていうのいや、でも、いいですねーって。<laughs> いいですよねーっていう。なんか、ほんと、言葉に、もう言葉にしたらいいですよねしか出てこなかったっすね、本当いや、ほんと、いや、でも僕にとって、あれは、センター試験1日目の夜なんですよ。<laughs> あれが、あれが。うん <laughs> あれがそうなんですよ。もうなんか、その、人生丸ごと天秤にかけれるぐらい、すごいやつなんですよ、あれが <laughs>。<laughs> え。またあの、彼女の名前、ヨウでしたっけはい。彼女も、かつて、その、舞台演劇みたいなのをしてて、で、それを何らかの理由で、やめてるところから始まってるんですよね。 で、そこの経緯みたいなのって特に語らないじゃないですか。まあその、タクシー運転手になる経緯も語らないのと同じように。で、もしかしたら、テローがダンスを諦めるのより早く彼女も何らかのリーグで、重いリーグで、もしかしたら演劇とかを諦めてるのかもしれないんですよね。でもそこは語らないというか、映画って、映画というかまあ、あらゆる物語がそうだと思うんですけど、誰かの人生の途中から始まって途中で終わるわけじゃないですか。 その,その人のことなんて、本当は分からないまま物語は始まって、わからないまま終わっちゃうわけですよね。で、その時間を遡りながら話が進むことで、それがより際立ったなって思ったとこがあって、2021年の段階から話が始まって、え、なんでこんなことになってるんだろうっていうのが遡ることで分かっていくじゃないですか。なるほど、なるほどと、そういうことがあったんだねって。 ただ、その合ま一年間飛び、飛びなので、その間にまあいろいろあるのかもしれないけど、まあそこはわからないよねってなりつつ、全貌は分かっていくけど、結局その6年間遡った先ではやっぱ途切れちゃうわけじゃないですか。やっぱりそっから先のその人のことってわからないというか、想像するしかないっていうところになんかその人と関わる豊かさがあるよなって僕は思いながら見てて、うん、その、 ちょっと会話した節々とかからその人のことが分かったような気がするの積み重ねなんだなって思うんですよね。人生もそうだし、物語もそうだし。なんかそれって本当はその人に届いてないんだけども、その積み重ねをするっていうことってすごい豊かだなって思って。なんかね、あそこでその彼女がそういうかつて演劇か舞台をやってたっていうことがちょっとだけ差し込まれることでまた 話が豊かになってるなって思ったんですよね。あれ <laughs> いや、はい。いや、あの、なんか、すごくなんかじゃ僕が言いたかったこと全部言ってくれたな、みたいな感じなんですけど <laughs>、まあ、確かにと思って、なんか。うん、うん。そもそもなんかあの、テルオがやってる、衝撃団みたいなところでやる、ダンスの舞台みたいなものって、うん、そういう方向にかなりアンテナ張ってないとはたどり着かないとこだったと思うんですよ。 でて、ヨウの友達に舞台の主演で歌ってる人がいたから呼ばれたっていうことは、もともとそういうところにつながりがあったりとか、興味がないとたどり着かないと思うんですよね。ああいう舞台に見に行くのって。ということは、何らかの興味があった、あるいは本当はちょっと今もあるみたいなのじゃないと、あそこに繋がっていかないと思うんですよね。だからこそ、その要はテルオに出会ったっていうのもあるし、 もしかしたら諦めてからも人生は続くよっていうのを彼女は言いたかったのかもしれないなと思うんですけど、まあそれはまあ届かないし、まあこれはあくまで僕の想像でしかないっていうのがあるんですけど、なんかそういうのが背景にあるような気がするっていうのがこの話の豊かさだなって思ったりはして見てましたね。うん。 皆さん、クリープハイプってよく知ってます僕あんまり知らないんですけど、なんとなく。一応、うん、俺は知ってるけども、うん、インディー時代から。本に言うと結構俺、声苦手な方ではあるんだけど。<laughs> まあ、結構あ、ね、悪が強いというか <laughs>。うん、やか。<laughs> うん。まあんまり詳しくなかったえ、クリープハイプの人が、岡崎体育なんですか、はいはい、<laughs> え、んですね 何 <laughs> <laughs> となく似た名前出してきたなって感じがめっちゃフ <全然 S 1> リープハイプのボーカルが小崎世界観っていう名前でやっててあ。<laughs> あ、でも僕も、あの、たまに岡崎世界観って言ってて、あれあれってなってました。おおお今ちょっと、あ、その二人別人格やったんや、ちょっと今。別すぎるぞ <laughs>。完全字面だけで判断してました、パッと見の。小崎世界観ね。はい。なるほどな。今全部が勘違いやったって,わてちょっとびっくりした。 岡崎体育がこれ作詞してんのって私思って、なんかすごい組み合わせやなとか,かな。<laughs> めちゃくちゃリリカルな歌詞書きますよね。クリーパーハイプって。はい、<laughs> そうですね。そう、だからまあ、この方、今小説とかもね、書いてるんでね。エンディングの歌もめちゃめちゃリリカルでしたよ。<laughs> うん え、これ歌がありきってことですか歌最初ってことですかそうそうそう。あ、だから、じゃあ、むしろナイトオンザプラネットを見て、ナイトオンザプラネット曲を作って、それの曲を聴いて監督がこの作品を作ったと。いや、監督の想像力すご。で、もともと監督と尾崎栄井監と池松さんは過去何度もコラボをしてんねええー。うーん、そうな。 そうだから自分のことばかりで情けなくなるよとか私たちの母あ<ー>それこそ私たちの母っていうのは田舎の女子高生4人が自転車で頑張って東京のクリップハイプのライブにたどり着くっていう話でそこで駅松尾助と出会うとかっていうのがあったりするすああなんかありましたね、うん、へえ<ー>でそういうのを松井大工監督がやっててとそうなんか、うん、だから長年の付き合いではあるんですよねこの3人が、うん、へえクレナズメはぜひ見たいと思ってるんですよね あ、はい。松井大吾監督も。いや、なんか、クレナズメも面白かったですけど、そんなになんか松井大吾監督、まあそんなに見てないっていうのもありますけど、なんか別にそんなピンとくる人ではなかったんですけど、なんか今回ので一気に、おお、この人すげえってやっぱなりましたね。そうか、結構スイートプールサイドあたりから見ててんやけどね。うん。だからまあ,あ割と最初、あの、デビュー作アフロ田中とか、まあね、原作、うん、漫画もとかあったんだけども。スイートプールサイドは見た気がするな。おねあの変態漫画の作品ですよ。うん。 まあ、押しみ修造、ね。そうですそうね。確かにまあ、はい、シンクロ感はありますけどね。はい、まあ、割とちょっとね、コメディより作品が多かったんでね、松井大工監督って。うん、で、今回でガチのラボストーリーなんでね。あ、そっか。そういうのもあるのかな。うん、あの、こっから僕、言語化しきってないことを言い始めるんで、あんまり伝わるかどうかわかんないんですけどね。はい。僕、最近、毎日、あ、いつか自分って死ぬんだなって思ってるんですよね。<laughs> うん、そうですよ。<も>うん。僕30歳ぐらいまで自分死なないと思ってたんですけど。お<う>最近どうも自分死ぬなって、なんか思って、どんどんいろんなものを失いながら、いろんなことができなくなりながら、だんだん消えていくんだなっていうのを毎日思ってるんですよね。<笑>,<で><笑>,笑うとこじゃないけど笑ってしまいます。<laughs> で、その、死ぬことに向けての、 心構えをしながら生きていこうって最近思ってるんですよ。で、それで僕、このちょっと思い出しただけを見て、なんか勇気をもらった気がしたんですよね。あの、過去って消えないんだなって思って。忘れてるだけで過去って消えないんだなって思って、ふと思い出せる瞬間が来るから、自分は何かその、過去に見放されてるとかそういうことじゃないんだなっていうのが、ちょっとだけ安心したんですよ。伝わってます。<laughs> <laughs> あの、リ霧島を20歳の時に見て、あ、なんか、うまいこと映画と関わって生きていこうと思ったんですよ。霧島をね、20代の時に見て。うん、で、僕今、38ですけど、<ー>その、死ぬことに向けて生きていくことがどうかみたいなのをちょっと想像しながら見てたんですよね。で、僕、すごく、あ、この人の生き方いいなと思ったのが、タクシーのおっちゃん、あのー、二人が告白しそうになってる時に、 あ押しするタクシーのおっちゃんいったじゃないですか。はいはい。あの人をもう今言った方がいいよみたいなこと言うじゃないですか。うん、で、なんかタクシーのドア閉めてちょっと離れてみたいな。あのタクシーのおっちゃんってあの二人の人生にとって何かすごい大きいありがあるというか、名前も知らないし、そんなに重要な人じゃない。なんかそういう人もいたよねっていう思い出の一部にはなるけど、個人として捉えられてる人ではない。 けど、二人の人生にとってすごい大事な瞬間の一部を担ってた人でもあると思うんですよ。だから、誰かの人生にとって大きい役割を持たなくても、小さな役割を他人に対してコツコツ積み上げていきながら生きていくことできるんじゃないかなって思って。 うん、<laughs> あの、それで割とだんだん自分が消えていく人生の中に希望って見出せるんじゃないかなと思ったんですよ <laughs>。自分が主役にならなくても、ちょっと他人の人生に少しだけ何かを残しながら、自分がその名前を覚えてもらうとか大事にしてもらうとかじゃないけど、あこの瞬間一つ繋がったなみたいなものを小さく小さく積み重ねていきながら、ゆっくりと衰えていくみたいな生き方って、 したいなって思ったんですよね。なんか、そこがこの過去に遡っていくっていう語り口にも合ってたなと思ったんですよ。うまく説明はできないんですけど、過去も現在も未来さえも10日なんだったら、あんまり深く考えなくていいよねって、ああ、言い方ちょっと違うかもしれないんですけど、その自分が衰えるとかを課題に恐れなくてもいいかなって、人と繋がれるのであれば、なんか、ああ、もう俺衰えたからもうわかんなとかじゃなくて、 人生の主役とかじゃないけど、ちょっと繋がる瞬間を積み重ねていくみたいなことを大事にしていけたらなっていうのを残りの人生の目標にしようかなと思って。そうじゃないと僕死ぬの怖すぎて。<laughs> 毎日ちゃうんですよ。死ぬの怖すぎるわって。ほんと怖いんですよね、死ぬの。<laughs> めっちゃ意外ですね。ね意外というか。まあね、死ぬのは怖いですけど <laughs> でも私なんか、 一番最後に生きる方が怖い。あ<ー>最後まで自分だけが残ってしまう方が怖いから、私誰よりも先に死にたいって思ってます。<laughs> そう。アイアムレジェンドみたいな状態にはなりたくないってことですね。見送っ,ってほしい。自分を。をああ、それはあるかもしれないですね。まあでも、あとまあ僕ちょっと考えたのが、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、やっぱり花束みたいな恋をしたい降やっぱこの手の絵がすごい流行ってる感じするじゃないですか、うん、やっぱり。はい やっぱなんか理由があるんじゃないかなってやっぱ気がちょっとなんとなくしてるんですけど、うんうん、ただあ、うん、僕もあんまりちょっとうまく考えがまとまらないですけどでもなんかそういう映画たちを見ていってる時ってなんとなく思うのがなんかある種の定款？なんか諦めた気持ちみたいなのが結構なんか通底してあるかなみたいなのがあるかなとは思っていてまあなんか明るい未来っていう陽気に明るい未来っていうのはちょっとなかなか思い浮かびにくいし。 なんかやっぱりどんどん何かを失いながら人生これからどんどん進んでいく。それとも、そしてやっぱ死に向かっていくみたいなことを考えるみたいな話とも多分通じるとは思うんですけど。うん、けどなんかでもそういった定感の中でもやっぱり何か希望はあるよねっていう。それでもやっぱなんか生きていこうよ。生きていきたいって思えるなんか希望にやっぱ 最後やっぱ見終わったと思えるっていう流れはやっぱり今のそういうこの手の映画のやっぱなんか重要なテーマなんじゃないかなって思ってて。うん。なんか僕はまあこれ以上あんまりちゃんとまとまった答えっていうのはないんですけど。うん。けどやっぱりまあなんか確かになかなか今社会全体も暗いし、なかなかこう明るい希望を持つってなかなか難しいですけど。うん。けどやっぱそれでもなんかそういった些細な人と出会ってちょっと喋ってもう一生会わないみたいな人がいるとかそういった出会いとか、 なんかもう永遠にすれ違ってしまうような出来事があったけど、それでも生きていくっていうのって、なんかそういう些細なことだけでやっぱ生きる希望みたいなものにやっぱなっていくんだろうなっていうのはやっぱ最近のこの潮流を見てなんとなく思うことかなっていうのはありますね、うんうん。やっぱあの、誰の中にも残らないっていうことに対する恐怖ってすごいあるなって思うんですよね。最近いろんなものを見てて。承認欲求っていうと、ちょっと あれな感じに聞こえちゃいますけど、誰かの中にいてほしいっていう思いってすごいあるなっていうのはあって、うん、なんかその、それの裏返しなのかなって思ったりはするんですね。最近のその流行ってる、その、うん、あの頃の僕らみたいな感じの映画って。だから、その、 何者かにはなれなかったけれども、でもあの頃って良かったよねって口に出さないと壊れてしまいそうみたいなのがあるんじゃないかなって気はちょっとしてて。そうですね。うん。そう。なんか過去ばっかり見てないでっていう。うん、まあね、大人帝国では言われますけど。うん。けどやっぱ見てないと生きていけない時もあるじゃんっていうか、うん、そうすることで前に進める希望もあるよっていうのはあるよねっていうのは思うんですよね。うん、うそうですね。なんだろうな。 未来を課題評価するのも良くないのかなっていう気持ちもちょっとあって、うんうん、その、前に進めばいいとか、今、マイリオさんがおっしゃってたのをちょっと言い換えかもしれないですけど、前に進めば良くなるとかじゃなくて、すでにあるじゃんって思い返すみたいなのって、うん。ただ、それが誰かの中にあ、うまく言語化できないんですけどね。 その誰かの人生の行間であることを恐れなくていいっていう風になりたいなって思うんですけど、みんなそう思ってるんじゃないかなって気持ちはちょっとあって、自分が真ん中にいなくても、誰かの人生の端っこに繋がってたら、それでもしかしたらいいのかもしれないって思いたいってあるかなって思ったりはするかなって、今聞いてて思いましたかね。そうじゃないと壊れてしまいそうだからっていう <laughs>。うん いや、すね、ある、うん、あると思いますよ。世の中がなんかね、上り調子で、もうなんとかなるぜってなってたら、自分なんてそんな格好たるものじゃなくてもいい気はするんですけど、なんか今って別に未来そんな明るくないし <laughs>、うん、<laughs> じゃあせめて自分だけ、自分さえ良ければいいってなるには、自分が別に主役になれるわけでもないんですよね <laughs>。そうですね。何者でもないし、持たざるものであるんだとしたら、誰かと繋がって、 何か救われた気がする瞬間を積み重ねるしかないのかなっていう。うん。<laughs> なんか辛くなってきた。<laughs> まあ、やっぱ、うん、まあ、でもそうやって生きていくっていうのがやっぱ大事だなと思うっていうか、うん、本当にやっぱ誰かの記憶にちょっとでも残ってもらえたらいいなっていう覚えってやっぱありますよね。うん、まあこのポッドキャストもそういうふうになっていけばいいんじゃないかなっていうことだと思うし。うん、そうですね。うん、いやまあそういうことやなって思います。 うん、何かを話して誰かが聞いてくれて、なんか、それで、その瞬間何か繋がれた気がするで多分それは後には残らないかもしれないけど、今この瞬間はそれで生きていけるよねっていうことを、なんか諦めないみたいな <laughs>、うん、<laughs> うん、かなって。うん、なんか、そういうのの最たるもんでしたね。お前はこうやって生きていけよって言ってくれた映画だったような気がしました、僕は。うん なんかあんまりサブカル要素なかった気しましたね。なんかこの手の映画ってサブカルに紐づいてること多いような気はするんですけど。いやでもジム・ジャームシュの話してる時点でサブカルじゃない。いそういそうか。てかもう,もうジム・ジャームシュ1個だけでもうもう供給型みたいなところあるじゃないですか。やっぱり。<laughs> あまあね、もうその1個だけでももう大丈夫ですみたいな感じっていうんですかね。確かに。 あの、他のも入れると邪魔にはなるな、この作品、うん、確かに、そうですね。もう作りまでなんかパターソンとかをちょっとおージュしてるとかだと、もう、もう、肩でしょっていう。もう、これ以上何か入れる必要はないよ、みたいな感じになるかなっていう。うん、うん。ギリギリかも、確かに。うん、そう、うん。スノップに肩やったらね、えー、なんだよ、俺はこんなの知ってるぜって言いたいのかよ、みたいな感じが生まれるじゃないですか。<laughs> 俺はこの映画見てるけどね、みたいなのを映画から感じ取ったら、はいはいってなるじゃないですか、やっぱり。<laughs> そう。 で、やっぱりジム・ジャーム氏の映画っぽいことをしたいって言っても、簡単に真似できることじゃないじゃないですか。ジム・ジャーム氏はジム・ジャーム氏しか作れねえよっていう。けどやっぱそれにまあ近いこと、で、それでやっぱうまくいってるとやっぱ僕は思ったので、今回。うん。ジム・ジャーム氏に寄せすぎず、今にこう寄り添った形でまあ、いいように映画ができてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ですね。そこにクリープハイプがいると。うん。クリープハイプもね、ギリギリ。かるより強いって感じしますよね、なんか。ああ、だいぶ。うん。 ううん、ただまの一応テーマに収まってくれてるじゃないですか。まあ、確かにう、ねうん。これでね、その、ディティールの方にちょっとそのサブカル要素が染み出してきたら、もう、なんか、スノービズムの塊みたいになっていくかもしれないですけど。あくまで、ああ、こういう映画見てるんだね、みたいな感じの話として見れるから、なんかそんなに嫌みに感じないっていうのもあるかなと思って。やっぱ家がオシャレじゃないとダメだと思うんですよね。 ああ、あれはまあ、おしゃれ。<laughs> 観葉植物いや、洒落てたね。いや、観葉植物育ててみたくなりましたよね。なんかね。いや、まあなんか、こういう系の映画って、そのマンションとか自体は結構古そうやのに、うん、どうやったらあんな中身がおしゃれになるんですかって思いますよね。うん。わかるか。ああ、確かに。やっぱ、舞台を用意しないとダメなんだ。<laughs> 箱から <laughs> まずっていう。箱から。やっぱあんなおしゃれな部屋で毎日生活してたら、 毎日映画みたいな気持ちになる、なる気がします。<laughs> おしゃれな部屋で、丁寧な生活をやるわっていうことですよね。<laughs> いや、でもな昔ちっちゃいサボテン育てたことあったんですけど、枯らしたんですよ。サボテンってそうそう枯れないんですけど、枯らした覚えがあるから、<laughs> 多分あんま向いてないような気がするんだけな,なんかま,まる聞く話じゃない今日。サボテンなんてそうそう枯れないんですけど、枯らした男なんでね。<laughs> ちょっと観葉植物は無理かもしれないっていうね。 あの、サボテンの管理をちゃんとできてないっていうのは、割とその家の中をちゃんと見れてない演出としてたまに出てきますよね。うん <laughs> う。このズボラさが出てますねっていう。<laughs> 豆じゃないと映画側にはいけないと。<laughs> <laughs> はい。頑張ります。<laughs> はい。そんな感じで、ようなんすかね。はい。はい。では、ちょっと思い出しただけの話は、こんなところで終わっとこうかなと思います。 はいではお知らせになります3月も映画の話したすぎるバーを開催する予定となっております場所は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベントが高けバば週間曲がり日時は3月26日土曜日オープン時間はおそらく17時のクローズが21時になるかと思いますはいまああのちょっと思い出しただけの話をしましょうよってことですね <laughs> はい、もうぜひこの映画の中のような話をしましょうよみたいな感じしますよねえや、はい、今ジェンガとかしながらね曲がりジェンガあったような気がするなかったかななんかあったような気がするんだけど、うん、なんかありますタワーにあったような気がする、はい、バトルドーム置いてあるんであるんじゃないですかっていう <laughs> バトルドームはちょっと情緒が出ないかもしれないです <laughs> <laughs> はいまあね昭和平成の塊の部屋なので <laughs> はい、まあ、よかったら遊びに来ていただけたらなと思います。また、この番組では、えっ、ー、と、リスナーの皆さんよりお便りを募集しております。番組の感想や取り上げた作品の感想などをお送りいただけると嬉しいです。お送り先は、ポッドキャストの番組説明欄に記載しておりますので、ご確認ください。はい。それでは、映画の話したすぎるラジオ第52回、ちょっと思い出しただけの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。 さよなら